皆さんこんにちは。レック専任講師の厚田です。それでは FP 本試験2023年9月3級試験の公表を始めていきたいと思います。はい。ではまず9月10日の本番受けられた方、皆様お疲れ様でした。で、3級に関してはもうすでに実施団体から回答が公表されまして、まあ、3級も2級も 6割で合格ということなので、学科試験であれば60問あるので、36問以上、まあ、点数換算すると36点以上で合格。あと実技試験は、金融財政事情研究会が実施するものについては50点満点なので30点以上。FP 協会が実施するものについては100点満点なので60点以上という形で合格となりまして、で今回はすべてマークシートになってますからミスがない、マークの記入にミスがない限りはですね、その通り、そのまま6割で合格ということになりますので、まあ、ちょっとこちら、まあ、簡単な答えを申し上げてからですね、まあ今後の例えば2級に向けてのですね、こういうことをやっていくとですね、2級では時間かからずに合格できるよみたいなところをですねお話ししていこうかなというふうに思います。ではちょっと最初にですね、まあもう回答も実際には公表されているんですけども、念のためですね学科試験からいきたいと思うんですが、マークシート上は、正しいものが1、間違っているものが2という形なんですが、ちょっとここでは分かりやすいように正しいものは丸、間違っているもの×という形でちょっと申し上げていくので、皆さんの方で合わせて確認いただければと思います。では、最初問1から問10のライフなんですが、5問ごとに見ていきますから、じゃあ問1からいきます。問1が丸、問2が×、問3が×、問4が丸、問5が丸、1から5連続で丸、×、×、丸、丸。次、問6から問10ですが、問6が×、問7が丸、問8が×、問9が丸、問10が丸。6から10もう一度、連続で読み上げます。×、丸、×、丸、丸。続いて、リスクの11から20です。これも5問ごとに申し上げます。問11が×、問12が×、問13が丸、問14が×、問15が丸、もう一度連続で11から15、×、×、丸、×、丸。16から20ですが、すべて×です。×、×、×、×、×。16から20は全部×です。次、金融の21から30ですが、21から25です。21が丸、22が×、23が丸、24が×、25が丸ということで、こちら交互に丸×丸×と、21から25が丸×丸×丸です。次、26から30ですが、26が×、27が丸、28が×、29が丸、30が丸、26から30ですが、×丸×丸丸となります。次、31から40ですが、ここから三子択一になります。答え通り、1は1、2は2、3は3というふうに伝えて、申し上げていきますが、これも、科目、失礼しました。先ほどのところですが、1から5がライフで、6から10がリスクでした。31から35、ライフだけ見ていくと、31が3、32が2、33が3、34が1、35が1。これでライフ終わりですが、もう一度、3、2、3、1、1です。で、36から40のリスクですが、36が3、37が1、38が3、39が2、40が3です。もう一度36から40ですが、3、1、3、2、3です。次、金融の41から45ですが、41が1、42が2、43が1、44が1、45が3。もう一度41から46ですが、1、2、1、1、3です。46から50ですが、46が3、47が1、48が3、49が3、50が1。46から50ですが、3、1、3、3、1です。次、51から55の不動産です。51が2、52が1、53が2、54が2、55が2。もう一度51から55ですが、2、1、2、2、2。
で56から60の相続ですが、56が3、57が2、58が2、59が2、60が3、もう一度56から60ですが、3、2、2、2、3となります。で、ちょっと公表やりたいんですけども、先に簡単なので、回答だけちょっと読み上げてから、各科目、まあ、10分ぐらい公表できると思うんで、やっていきたいと思います。じゃあちょっとすいません、FP 協会の資産設計提案業務から回答だけ申し上げていきたいと思います。ではこのまま5問ずつ行っていきますので、まず FP 協会のですが、問い1が2、問い2が1、問い3が3、問い4が1、問い5が3、もう一度1から5ですが、2、1、3、1、3、で問い6から問い10ですが、問い6が2、問い7が1、問い8が3、問い9が3、問い10が3、もう一度6から10ですが、2、1、3、3、3、で11から15ですが、11が1、12が1、13が2、14が3、15が2、もう一度11から15ですが、1、1、2、3、2です。次、16から20ですが、16が3、17が3、18が3、19が2、20が1、もう一度16から20ですが、3、3、3、2、1です。で、ちょっと公表はまた、別途後でやりますので、一旦これで、FP 協会の資産設計提案業務終わりで、で続きましては、金財のですね、こちらについては資産、失礼しました、個人資産、相談業務だけということになってますので、こちらのですね、回答を読み上げていきます。第1問、1、2、3とありますが、問1が3、問2が3、問3が1。で、第2問が、問4が、2、問5が1、問6が1。次、第3問、問7が2、問8が3、問9が2。で、第4問が、問10が1、問11が2、問12も、ごめんなさい。もう一度最初からいきます。問10が1、問11が2、問12が3です。1、2、3となります。で、第5問、問13が1、問14が2、問15が1という形なので、で、こちらなんですけども、一つの大問ごとに10点満点という配点が決まってまして、で、3級の場合はですね、全部、3試作一なので、必ずどこかで、4点の問題があって、1つ3点の、1つが4点ということで、今回第1問は、問い2が4点です。問い2が4点。あとは3点。で、第2問が、こちら問い5が4点。問い5が4点で残り4、6は3点。で、第3問は、問い9が4点。なので、7、8が3点。で、第4問が、こちら、問い10が4点で、11と12が3点。で、第5問が、問い14が4点で、残り13と15が3点。ということで、問題数でいくとですね、9問で、30点以上になることもあれば、9問だとですね、場合によっては、確かに15問の中の9問は6割なんですけども、9問では全部3点だと、9問かける3点だと27点なので、合格に達しないので、で、10問、正解があれば絶対に、10かける3点、3点なので30点という形なので、問題数で見ていくと、9問で合格することもあれば、落ちてしまうこともある。で、10問であれば、どんな点数の取り方でも必ず30点には達しますので、10点以上、10問以上正解があれば確実に合格。で、9問であった場合は、先ほどの4点の箇所、そこだけしっかり確認いただければ大丈夫かなと思いますので、ちょっと公表は後でお話したいと思いますので、一旦これで採点の読み合わせ終わりまして、あと残された時間で、ちょっと簡単なですね、公表をしていきたいと思います。で、FP 試験の場合は必ず、3級と2級は同時に受けられず、3級受けていればその裏側で2級が行われているわけなので、同時受験ができません。ただ問題はですね、結構やっぱり作る方としては、まあ、3級と2級同時に受けることはないんだからということで、題材を同じにしてですね、例えば2級を先に作るなら作って、まあ、多分3級先に作るの2級だと2級を作って、そこからですね、1つを3級側に持ってくるとか、ということになるんじゃないかなと思いますので、ここのところで、
一つ一つがしっかりできれば、これが 2級のところの学科試験の一つの足、選択肢になるということなので、まあ、ここのところで曖昧にですね、あの3級の場合は特に前半30問は、正誤なので丸か×かという判断で、分からなくても、まあ、例えば丸にしちゃえとか、×にしちゃえということでも、当たることはまあ半分の確率で当たるんですけども、それでなんとなくで当たったから、当たって高得点取れたから、じゃあ2級も高得点取れるというと違うので、あの3級ではどこが間違っているか、そこをしっかり指摘ができないと2級に行ってから苦労しますから、まあ、そういう視点でですね、ちょっと少し解説をしていきたいと思います。でまず第1問の正誤問題の、ライフからいきたいと思います。1から5がライフなんですけれども、例えばですね、括弧1にあるような、行財問題ですね、こういうところについては、あの通常学科試験の、問1のところで、例えば弁護士とか税理士とか社会保険労務士とか県の募集人とか、そういう形で出ることがあるので、ここのところはしっかりですね、基本的にはですね、資格がない、通常こういうところって FP はその資格を持っていない、その方がこういうことをやるとアウトだよ、セーフだよということになるんで、個別具体的なものに、例えば、税理士資格を有しない FP が個別具体的なところに踏み込んでしまうとアウト。でも、一般的、抽象的な話であればですね、セーフというふうな形なので、まあ、それを考えていけばできるわけなので、そういうふうな形でやっていただければと思います。あとはですね、例えば括弧5番で、住宅ローンの繰り上げ返済、まあ、これ一部繰り上げ返済ということになっていますけども、まあ、こういうところもですね、返済額軽減型と、期間短縮型という2つがあるので、まあ、どっちの方が、まあ、例えば、お金を借りている方からすれば有利なのかというところをまあ見ていただければ、まあ、通常この場合は期間短縮型の方がですね、利息の削減効果が大きいということになるので、まあ、この選択肢は丸だということになります。あと例えば括弧6のところで、これごめんなさい、ライフじゃなくてリスクに移ってますが、6から10はリスクですけども、括弧6の場合はですね、もし、生命保険会社が破綻した場合はですね、どうなるかというと、確かに 90% まで保証されますと。でも保証されるのは何を基準に 90% なのかというと、今回の問題では、既払い込みの保険料相当額の 90%。例えば、毎月2万円、保険料払っていたら、2万円の 90%、まあ、1万8000円が、保証されるよ、みたいなことになってますが、そうじゃなくて、ここはですね、よくあるのも他の、間違いの例としては、解約返礼金を使ってくるケースがよくありますが、解約返礼金でもなく、責任準備金の 90%。まあ、例えば保険については何もなく、例えば死亡保障であれば何事もなく満期を迎えるということもあれば、統計的に必ず事故は起こるわけなので、そこで、保険金を払うために責任準備金の積み立てを要請されてますから、その金額の 90% となってますので、まあ、何のというところ、今回の場合何のというところをしっかりやってもらえれば2級に行っても、苦労はしないんじゃないかなというふうに思います。はい、ではあとはですね、例えばこの前、例えば今ちょうど、試験の、近くなのわけなので、台風があった時に例えば自動車が洪水により、水没しましたと言ったような場合は、これ車両保険であればな、対象になります。でも、単なる車両保険でも、地震による津波とかは対象になりませんということなので、こういうところの切り分けもしっかりできるといいんじゃないかなと思いますし、あと括弧10の地震保険については今はですね、3段階ではなくて4段階、まあ、こちらの2行目にもある通り、全損、大半損、小発損、一部損という4段階になってますので、これもしっかり確認いただけると良いのかなと思います。では続いて、金融資産の11から15、ということになるんですけれども、
はい、例えばですけれども、まあ、最近だと、物価が上昇しているということもあるので、そうなってくると今回の11みたいな形で、景気動向指数というような形で、まあ、今回、×の、選択肢になってますけども、まあ、今後もですね2級とか言ってもですねこういう、指数の話とかいうことは出てくると思うので、合わせてそこら辺を、やっていただくと2級に行ってから楽なんじゃないかなというふうに思いますし、あと、括弧13のところで、債券の信用格付けということで、まあ、今回一般的に、BBB、相当額、以上の格付けが付されたものは、投機、適格債ということで、で、BB 以下になってくると、まあ、ジャンク債というふうに言われてますので、適格じゃないよということなので、BBB より上は、良いけども、BB より下は、ジャンク債だよというふうに考えてもらえるといいと思います。あと16から20のタックスなんですけども、例えば16、これですね、言ってること自体、問題ないんじゃないかなと思いますが、実は、前はこういう形で2行目にある通り、所得税法上、月額10万円を限度に非課税というふうになってましたが、今これが、月額15万円までが非課税です。で、今、まあ今日本の総理大臣は岸田さんですけども、そこら辺のところでちょっとね、もしかしたらここのところが、非課税の金が変わったりという可能性もあるので、まあ、そういう形で、まあ、学習する上でも、自分の生活のところでも影響あると思うので、年末とかになれば税制改正の対抗というものが出ますけれども、もしかしたらここがですね、今、これ、今回の選択肢×で月額15万まで非課税であれば正しくなるんですけども、まあ、そういうところで注目していただくと、学習もしやすくなるんじゃないかなというふうに思います。はい。あとはですね、ちょっと細かいかなと思ったのが、括弧19番のですね、J リートの話です。で、通常配当控除というものがあって、配当控除を受けるためには総合課税を選択しなければならないというふうに言われていますが、 J リートの場合はですね、これ総合課税を選んだとしても配当控除を受けられませんから、ちょっとここ産休としてはちょっと若干細かいかなという選択肢だったということで、コメントをさせていただきました。で、次、21から25の、不動産なんですけども、例えば21は、登記事項証明書の話がありますが、これはですね、誰でも手数料さえ払えば、取得することが可能ですから、例えば利害関係者だけがですね、取得できるものじゃありませんので、誰でも手数料さえ払えば取得できるというふうに考えてもらえればと思います。あと、例えば24のところで、建築基準法の話があって、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について建築物の用途制限より厳しい用途地域の、建築物の用途に関する規定がとありますが、この場合だとですね、まあ、厳しいという表現が出てくるのはどちらかというと防火規制なのかなと思うので、防火地域と準防火だったら防火規制、全てが防火地域っていう話だと思うので、こういう形の用途地域が複数にわたる場合は、これは面積が過半を占めるところ、まあ、性質なので、そういうふうに分けられませんから、過半を占める地域の適用が、規定が適用されるということになるので、例えば他にも容積率、減廃率も複数にわたる場合というところもあるんで、ここのところもしっかり確認いただくと、2級に行ってから楽だと思います。では次に、26から30の相続なんですけれども、例えば、まあ、当たり前なんですけども、括弧29の相続税の申告書の提出期限ですけども、これは相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月であって、例えばお父さんが亡くなりました、お父さんが亡くなった日の翌日からではないので、あくまでも相続の開始があったことを知った日、まあ、一般的には日本国内にですね、その該当する推定相続人が日本にいれば、大体今電話でですね、お父さん亡くなったよとか、まあその前からですね、ちょっとお父さん危ないんだけどとか、そういう連絡を受けると思うので、同じ日にですね、相続の開始が、お父さんが亡くなったことを知ると思うんですよ。であれば問題なくて、まあ一般的にその考え方でいいと思うので、まあ10ヶ月で、これ申告書の提出ありますけども、
日本の場合は基本的に申告書の提出だけじゃなくて、税金の納付も同じ日までというふうになってますので、そのように考えてもらえたらと思います。あと30については小規模宅地の話がありますが、小規模宅地については、あと事業用もあれば、不動産貸付用の宅地もあるので、上限330なのか400なのか200なのか、あと割合が 80% まで減額されるのか 50% しか減額されないのか、そこのところも合わせて確認いただけると良いかなと思います。では続いて三子択一のですね、第2問に移りたいと思いますが、ちょっとこれちょっと自分あの2級の問題も見ていたんですけども、31のですね、可処分所得の金額なんですけれども、これってあの3級の資料では今回は、引くものしか載せていないので、ただ一つちょっと引っ掛けありますけども、そんな難しくないと。で、2級になると他にもですね、まあ余計な情報が出てきて、そう余計な情報が出てくるとですね、あのどれを引いたらいいかわからなくなるということになっているので、可処分所得の求め方は計算式をもう覚えてしまえばいいので、今回の場合はあくまでも額面の金額、入ってくる750万の給与収入から所得税、住民税、社会保険料のこの3つを引かなければいけないということなので、750から180引いたら570万ということで、生命保険料とかですね、給与所得は使いませんから、まあ、いろいろな情報が出ているとですね、いろいろな情報を使いたくなって、あの答えもちゃんとですね、間違った形での答えも出ているので、引っかかりやすいんですけども、これ2級の場合でもですね、同じ形で可処分所得を求めなさいという問題がありましたが、もうちょっと情報が、余計な情報があるだけであって、引かなければいけないのは所得税、住民税、社会保険料、この3つだけですから、それ分かっていれば3級も2級も必ず解けると。いう問題になってるんで、まあそんな難しくない問題なので、こちらですね、3級にいてもしっかりやっていただければなと思います。あとは32とか33、34はここら辺は覚えなければいけないところだと思うんで、覚えていただきまして、あと今回35では、住宅金融支援機構フラット35の話が出ているので、まあ、ここは最低限、8000万が上限だというところが分かっていれば、もうそれだけで1が選べるのかなと思います。で、次に、36から40のリスクなんですけれども、例えば、37自賠責保険の問題がありますが、まあ、自賠責は基本的に対人しか保証されませんということで、1人当たり、まあ、人数については上限なく1人当たり3000万です。で、障害による場合については120万ですと。まあ、これは絶対に覚えなければいけないと思うので、覚えてくださいと。あとはですね、例えば、個人賠償についてもですね、これはまあプライベートで、例えば買い物中に誤って商品を落として、破損してしまえば、この場合は、個人賠償で対象になりますよ。でも業務中の自転車、これは業務だから、個人賠償対象になりませんし、あとですね、自動車に傷をつけてしまった場合については、これ自動車保険の対象になるので、個人賠償ではないということになります。次、41から45の金融というところなんですが、まあ、ここのところでは、例えばですね、まあ、ここのところも、基本的なところかなと思うんですけども、例えば43の、これですね、債券の利回り計算ということで、まあ、債券の利回り計算、これ本当に2級でもよく出ますから、必ず計算式を覚えていただければというふうに思うので、覚えさえすればすごく簡単なので、これ絶対に3級で取れるようになっていれば2級行ってもそんな苦労はしないと思いますし、あと44にあるような ROE というところも、2級でも ROE の計算、まあ本当によく出てくるので、一緒にやれば、すごく楽だと思いますし、あとですね、45番の外貨預金の預け入れ、つまり外貨預金は今、円価で持っているものを、これは外貨に変える、で円をどうするか売るわけなので、ですから、まあ B と S の、内容は B は買い買う方です、 S はセール売る方なので、まあ、この場合円を売る、まあ、自分はいつも円を売るから TTS、 逆に外貨を、円に直すときには今度円を買わなければいけないから TTB というふうな形で覚えてもらえれば間違いはないんじゃないかなと思います。で、次46から50のですね、タックスなんですけども、例えば3級ではなかなか減価償却というのはちょっと難しいかもしれませんけども、減価償却というのは、いくら、例えば1年間でどれくらい、
資産価値が減ったかというのがわからないんですよ。目に見えないので、だからそうすると申請が介入してしまって、例えば税金を安くしたいから今年は例えばでしょ、その固定資産の3割入れようとかで、今年は別に赤字っぽいから今回は入れないとか、そういうことができてしまうので、ですから減価償却については毎期毎期一定の金額の経費を入れていくパターンと、定率的に、要は、定率法というのは初年度がより多くで、年が経つにつれてどん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 減価償却費が少なくなっていく方法ですが、そういう方法があるということで、ただその時には価値が低下する、価値が低下する、消費していくものじゃなければいけないので、例えば土地というのは、例えば土地、100坪の土地を買いました。その上に建物を建てたとしても、100坪の土地の、利用価値は変わらないんですよね。建物を建てたから100坪が減るわけじゃないんですよ。だから消費に馴染みませんから、土地は減価償却できないというふうな形になります。はい。あとはですね、これ意外と、47、ちょっとこれ、もしかして意識してるかどうかわかりませんけども、ふるさと納税については10月からちょっとですね、返礼品のところの計算で変わるというふうに言われていますので、それを意識したかどうかわかりませんが、ちなみに、ふるさと納税の、よくある返礼品ですね、あれにつきましては、基本的には非課税じゃなくて一時所得の対象なんですよ。一時所得の対象で、例えば、3000円と一般的に言われてますが、3000円、例えば1万円の場合ですよ。1万円の場合は3000円ですけども、それが、例えば10箇所で3万円あれば、3万から、実際には50万という特別控除を引けるので、通常は非課税、所得がゼロになると思いますが、他にも何かもの別のものであった場合については、場合によってはふるさと納税の返礼品についても税金かかる可能性はあるということになるので、通常はですね、他に一時所得になるものがなければ、この場合一時所得はゼロになるはずなんですが、一応、100% 非課税ではないというふうに考えてもらえればと思います。はい。あとはいいかなと思うんで、次51からですね、55の不動産ですね。51については路線化の話が出てるんで、これについては、何を、算定するか、相続税や何とかって書いてあるんで、これは、実際には贈与税だろうと。で、固定資産税評価額というのは別にあるわけなので、路線化というのは、例えば相続があった時に使っていくような値ということで、あとはですね、目安としては、工事価格の 80% と。いうことで、これはぜひとも取っていただきたいところかなと思います。あと53見ていただきたいんですが、53これ区分所有、法の話なんですけども、これ議決権の話が出ましたけども、これ、例えば学習をするにあたってですね、区分所有法の議決権って絶対にないというのがあって、ここの、1にある3分の2という値は絶対にないんですよ。これ区分所有法の中では。なので、自分のとこ、自分の講義とか聞いてくれてる方であれば、3分の2が出た瞬間にも1番はない。だから2と3のどっちかの2択の話になります。で、2択になった時に、じゃあ5分の4って、これが一番 100%、5分の5というのはなくて、5分の4がマックスなんですよ。となると、これは通常建て替えに使うものなので、だ今回は、規約の変更、例えば、都心部とかであれば民泊を禁止にするという規約の変更などを作るときには4分の3以上の多数による集会の決議でも建て替えるんであればそれが 重たくなって5分の4ということなんで、そうしていけば、2番選べるんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて56から60の相続に移りたいと思いますが、今回、例えば57、58見てもらって、これだとですね、同じ親族関係で使ってもよかったんじゃないかなと思いますが、57の場合だと、これは相続における A、B さんの法定相続分という形になってますから、B さん妻ですよね。で、この場合は、まず子供がいるかどうかというのを確認すると、A さんと B さんの間に子供がいない。ここではいない。あとは、父と母 C さんという形で言いますけども、お父さんすでに亡くなっているので、この場合は、お母さんが、第二順位ではありますけども、法定相続人ということで順番確定となりましたから、そうなると、妻 AB さんが3分の2、母 C さんが3分の1となるので、ここでは2番を選ばなければいけない。
で、58はです。今回は A さんの相続における相続税額の計算上の遺産にかかる基礎控除ですから、遺産にかかる基礎控除額は3000万プラス600万かける法定相続人の数。なので、今回の場合は、子供いなくて、あとお父さんお母さん、今回お父さんもお母さんもどちらもいるので、こちらも第20位で相続順位確定ですが、あと妻も入れるので3人、法定相続人は3人ですから、1800万プラス3800の4800の2番ということになりますから、これはスムーズに解けるようになっていただけるといいんじゃないかなというふうに思うので、あと60はちょっとこれはもう、コメントだけして終わりにしますけども、この貸し家建て付け地の計算式はぜひとも覚えておけば2級では非常に楽になりますから、貸し家建て付け地の計算式は必ず覚えていただきたいなというふうに思います。では一旦こちらで学科試験の公表が終わりで、次ですね、FP 協会の公表をさせていただきたいと思うので、ちょっと近在の方少しお休みください。で、こちらなんですけども、こちら、2級、3級の場合全部3試択一になってますので、今回20問ある中、1時間で20問あるので、この中でですね、ゆっくり解いていけばいいと思うので、その中で、12問以上正解があれば合格なわけなので、いかに12問取っていくのかということで、ちょっと問1はすいません、割愛させてもらって問2に行きたいと思います。で、キャッシュフロー表がありますけども、2級では必ずキャッシュフロー表の問題が実技試験に出ますから、もちろんこれよりも難しい問題ではありますけども、特に変動率のところで、今まで自分たちが講義しているときに、なかなかですね、物価が上がらないのでという話をしてたんですけども、今はすごく物価も上がっているので、そうなってくると、例えば今回だと、小山さんですかね、小山さん、小山さん、どっちでもいいと思うんですが、小山さんにしましょう。小山家のキャッシュフロー表のですね、収入支出の支出のところの基本生活費が 2%、この場合毎年 2% ずつ上昇していくという形になっていくので、基準年は287万円ですが、翌年は287万に 1.02 かけた金額。また2年後はその 1.02 かけた金額にまた 1.02 かけていくというふうな形になっていくので、そういう計算ができるのかというところと、それが答えはアですね。4年後のアを求める。で、イについてはですね、基準年の、これ年間収支ですから、年間収支は単純に収入金額から支出金額を引けばいい。今回の場合、収入も支出も入ってますから、それを使えばすぐにですね、答えは出ると思います。203ですよね。830から627引けばいいから、203は出るので、2番は、今回の正解じゃない。負については、負のところは、これ2年後のですね、金融資産残高ですけども、前年の627万に、で、これも 1% で運用できるという前提なので、627万に 1.01 かけた金額と、あと2年後のですね、年間収支208万、これを足せばいいので、それやっていけばいいということで、波数処理については、万円未満四捨五入とあるんで、これをやっていけば必ず、複数の回答は出ないので、それやっていけば答え求められると思うので、この考え方が2級でも、生きてきますから、ぜひここのところも合わせてしっかり答え出せるようにしてもらえればと思います。で、金融がですね、3、4、5というふうな形でありますが、ここら辺最近だと金価格が結構高騰しているということもあって、統一後では金投資に関するというのがありましたけども、こういう形で自治的な問題が出るということも、よくありますから、こちらのところ、金のところもですね、特に今回の場合は関係ないんですけれども、例えば純金積み立ては、なんで望ましいのかというと、ドルコスト平均法の考え方が使えるからということで、そういう意味で言うとドルコスト平均法なんだろうかというふうな形でやっていただくのも良いんじゃないかなと思うんで、ちょっと今回金融はこれで終わりとさせていただきまして、次、第3問がこれが不動産ですよ、不動産。で、不動産今回、あいうのところに入れていく形が多いんですが、例えば問6、定期借地権というところがありますが、定期借地権とか定期借家権とか普通借地権、普通借家権というところは2級のところの学科試験ではよく出るところで、
必ず何らかの形で一問は今申し上げた、普通借地権、定期借地権、普通借家権、定期借家権、まあ一応、2つ出る可能性があるところで最低でも1問は出ますし、今回の9月券先ほど見てたら、2つ出てましたね、2問出てましたので、必ずここのところは理解していかなくちゃいけないので、まあ、ここのところで言うとあは、まあ、その期間は50年以上だし、いのところは事業用になるしと、まあ、これが分かるだけでも答えは、求まりますから、ここのところ確実に正解を取っていただきたいですし、問い7のところもですね、これは、宅地建物取引業者との売価契約の話ということでですね、一般売価についてはですね、まあ、誰でも、お願いができるというものですし、専任がつくとですね、1社にしかお願いができない。でも、頭に専属つくかつかないかの違いは、こちらの表の上から2番目にある自己発見取引ができるかできないかなので、専任売買は自己発見取引できるけども、専属専任の方で自己発見取引できないよ。あとは当然専属専任の場合はその業者にしっかりお客さん見つけてもらうしかありませんから、レインズへの登録義務、指定流通機構がレインズですけども7日よりも短くならなければいけないので、5日以内という形、報告も1週間に1回以上ということなので、もうこちらも2級でも本当よく出てくるんで、問い6問い7はしっかり確認いただければと思います。次、第4問問い8、これリスクですね。リスクなんですけども、保険証券の読み取りは2級でもよく出てきます。で、今回は3級なので1問しかなくて、今回、飯田さんが交通事故で死亡した場合の死亡保険金はいくらですかと自分で答えを書くんです。ごめんなさい、これは答えがあるんですが、2級の場合だとその答えを自分で書き込んだり、で、今回1つしかありませんけども、例えば今日、がんで入院して手術受けましたと、その場合いくら出ますかとか、そういう形の保険証券の読み取りが本当によく出るので、証券はしっかり読み込みができるようになっていただければと思います。はい。ちょっとそんなところでしょうかね。あとはですね、問9は生命保険料控除の話がありますけども、まあ、これはもう計算に、この表がちゃんと即算表が出てるわけなので、こちらに当てはめていけばいいと思うんで、これはそのままスムーズにやっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。で、次が第5問の、これはタックスですね。タックスの問題ですけども、こちらは所得税における総所得とあるので、総所得ということは、これ総合課税される所得の合計ということになってくるんで、アルバイトとこれ老齢基礎年金とありますから、アルバイトは給与所得。老齢基礎年金は公的年金、まあ、雑所得の中の公的年金とあるので、あとは下に表があるので、まあ、これをうまく使いながら求めてくださいというのが、まあ、問い 11ですし、あと問い12について、まあ、これ医療費控除の問題で、実は先ほど2級見てても、2級でも医療費控除出てましたが、2級の場合だとですね、今回の場合は関係ないんですけども、12月に治療を受けて、その治療の、代金を1月に払ったみたいな形の問題が出てましたが、医療費控除は払った年の、医療費控除の対象になっていくので、今みたいな形で治療が12月に受けて、その12月の治療に対する支払いが1月であったとしても、1月の年の、医療費控除の対象になるので、そこのところを間違えないようにしていただければというふうに思うので、まあ、ここのところは、あとはですね、人間ドックの場合はこれ重大な疾病が発見されていないから行く前から健康だったから控除できませんし、入院費用についてはこちら30万お金払われていますが、そこから入院給付金6万円がですね支給されているので、これは引かなければいけないので30万から6万引いてください。で、産休ではないと思うんですが、もし今回ですね入院費用が30万払いましたが、例えば保険会社から入院給付金とか手術給付金で50万もらったといった場合は、30から50引くとマイナス20万だから他の料費から引かなければいけないと思うかもしれませんが、この場合はゼロでいいので、30万から50万引くと計算上はゼロというふうな形なので、そういうふうな形で計算もしていくので、これもちょっと理解はしていただけるといいかなと。あとビタミン剤は予防とかの話になるので、これは医療費控除の対象外となりますから、ここも合わせて確認ください。では問6の相続ですね。まあ、相続が先ほどですね、まあ、申し上げているので、
今回の場合の法定相続人のところも、まあ、民法上と、相続人と法定相続人、まあ、これは難しくないけどもこれできるようになっていただきたいのと、あとは問14は生命保険金等の非課税限度額ということで、これは500万円かける法定相続人の数、先ほど遺産にかかる基礎控除の話をしましたが、同じような形で、同じ、親族関係で使うんだったら、今申し上げた遺産にかかる基礎控除と今回の生命保険の、法定相続人の数はどちらも一緒になりますから、そこですね、間違わないようにしてください。あと15についてはですね、これは贈与税の計算ですかということで、まあ、ここは、全て直系存続からになりますから、あと長岡さんも35歳ですか、18歳以上で、まあ、E を使っていけばいいということなので、まあ、3級ですから、全部直系存続。で、まあ、2級とか、2級ではちょっとあまり出てはいませんけども、場合によっては直系存続とそれ以外という形の贈与も出てくることはあるんで、それをまあ2級とかでやっていただければいいと思います。で、問い第7問の、こちらが総合問題ですね。で、ここではですね、ちょっと問16についてコメントさせていただきたいんですが、問16、これ、バランスシートの純資産価格を求める、問題になってますが、2級はこれ必ず、出て自分で答えを書くような形になります。で、これなんですけども、これ安藤家のバランスシートなので、これは、今回安藤さんの、ご主人と高博さんと奥様の秋子さん、これ両方ともですね、安藤家なので、これ両方を含めながら直で計算していくということになるので、あとは例えば、今回生命保険がありますが、生命保険も解約返礼金相当額、今やめたらいくら戻ってくるかという、解約返礼金相当額で計算していくので、まあ、そのようにやってもらえればいいんじゃないかなというふうに思いますので、必ずバランスシートの問題はできるようになっていただきたいと思います。あとは、まあ、イデコも、まあ、最近よく出てくるんで、まあ、ここら辺も問20もしっかりできるようになっていただければというふうに思いますので、まあ、3級のこの、今回の資産設計もやることちゃんと基礎的なことをやっていれば受かる、両問だと思いますので、まあ、これでですね、あ、できるなと思えばぜひすぐ2級に進んでいただきたいと思います。では最後になりますけども、近在で、個人資産を受けられた方、ちょっとじゃあ最後に、簡単な公表をさせていただきたいと思います。で、こちらなんですけども、まあ、60分でですね、15問なので、問題数は先ほどちょっと解説で公表してました、FP 協会の問題数少ない。ただ、ちょっと配点がどうしても高くなることが、まあ、要は、基本的に一つの大問で3つしか、ないわけなので、ちょっとですね、そこら辺のところで、まあ、ちょっと例えば自分の苦手なところが出てしまうと、合格できないということもあるかもしれないので、ちょっと注意しながらなんですが、例えば第1問のライフについては、こちらはですね、今回の9月から、令和5年度の価格になってますので、ですが、統一見ていただくと、まあ、これは別に公費には影響しませんが、79万5千円。これは必ず、まあ、この9月、1月、来年の5月の、ごめんなさい、今年の9月、来年の1月、5月の試験場は79万5千円でやらなければいけないので、これを覚えていただきたいのと、あと22万8千700というところありますが、今回の場合だとですね、お子さんがいて、で18歳、まあ、高校生までは、年金上の子になるのでもらえるんで、まあ、2人いるんで、C と D さんで2人いるんで、22万8700円2人分の、ものが3番が正解だということになるので、2級でもですね、年金計算のところがよく出てきますから、まあ、こういう形の問題が2級でも出るんだなと、理解してもらえればと思います。次、金融のところなんですけれども、今回は、米ドル建て定期預金のキャンペーンを見て、まあ、魅力を感じたとありますが、まあ、金融機関のキャンペーンはそんなに我々にとって旨味があるもんじゃないんですけども、まあ、このままやっていくとですね、例えば、問いにあるような、M さんが A さんに対する説明として、適切なものどれかということで、まあ、今回の場合、米ドル建ての定期預金は預金保険制度の対象外ですということで、リスクは全部自分で負うということになりますし、あとは満期で受け取ったものがあるので、今回の満期で受け取るということはですね、使うべきものはドルを今度円に変えなければいけないから、この場合はTTB を使わなくちゃいけないということを理解してもらって計算してください。
あと登録についてはですね、こちらについては、丸1、丸2、丸3というところがあるんで、まあ、こちら見ながらですね、源泉分離なのか申告分離なのか、あるいは為替差益は雑所得なのか一時所得なのか、あとは損益試算ができるのかできないのかということなので、まあ、こちらも合わせて確認いただけると良いかなと思います。で、第3問、これがですね、所得税の計算なんですけれども、例えば問い7のところで、これ青色申告制度の話がありますけども、これたまに誤解されている方は、e-tax による電子申告をすると、まあ、55万のものが65万になるというふうに考えている方がいて、それ間違ってないんですが、例えば電子申告じゃなくて紙で、税務署に届け出をしたとしても、その裏側で電子帳簿保存を行っている場合だと、これも55万ではなく65万の適用ができるんで、まあ、ちょっとこれ3級では難しいかなと思うんですが、e-tax 以外でも55万が65万になるケースもあるので、まあ、この問題でそれを確認いただければいいんじゃないかなというふうに思います。し、あと問9のですね、総所得金額というのは総合課税される所得になりますから、総合課税される、まあ、事業と一時払いですか、まあ、ここのところ両方合算していかなければいけないということになります。次、第4問の不動産ですね。で、ここでは、問い10が憲兵率と容積率の問題が出てますが、まあ、この憲兵率、容積率はもう2級では必ず出てくるところなので、まあ、通常は憲兵率の場合は緩和の話ですね。で、容積率といえば全面道路の復員制限、規制の話になりますから、まあ、そこのところをしっかり理解できているかどうかというところになっていくので、まあ、今回の場合だと、用途地域が近隣商業で、ここにおいては防火規制が準防火。で、あとは、これに何を建てるかですよね。耐火建築物を建てるわけなので、そうするとですね、まあ、今回の場合は、防火規制、まあそうですね、90% になってくるんで、400×90% で360。あとは、容積率は、今回の場合、全面道路6メートルですから、6×66 だから360。360と400%を比較して、いずれか小さいものなので、400×3.6、360% ができれば、答えは出てくるかなというふうに思います。はい。で、あとは次が、あと空き家についてなんですけども、こちらですね、問11のところですが、これ、譲渡対価が1億円以下じゃなければいけない、5000万ではありませんから、やはりこういう金額を覚えていただきたいと思いますし、まあ、思いますという形で止めます。あと最後に相続の問題なんですけども、こちらではですね、問14では、相続税の総額ということで、まあ、3級でも相続税の総額を求めさせるわけなので、で、2級に行ってもですね、もうちょっと複雑な親族関係図の中での、相続税の総額の計算が本当によく出てきますから、相続税の総額の計算の流れというのをしっかり理解いただいて、あと13は遺言に関するものですけども、まあ、遺言も2級ではよく出てくる新しい民法改正の論点がありますから、それが出てきたりとかすることになるので、まあ、今回の問題しっかりできれば2級に行ってもそれほど苦労はしないんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、学科試験とあと実技試験の中の資産設計提案業務と、個人資産相談業務の、ちょっと簡単な公表させていただきましたけれども、まあ、3級で大事なことは、まあ、正しいものはいいんですが、間違っているものはどこが間違っているのかというところを理解いただければ2級に行っては、楽になりますし、でもそれがなんとなくこれ間違っているなとかだと、2級の場合はそれが選択肢が学科試験4つあるわけなので、その中でなんとなく2つあった時にはもう、どっちが正しいかとか間違ってるか選べなくなるので、なんとなくではなくてしっかりどこが間違ってるということを指摘できるような学習すれば、1回で、合格はできると思うんで、まあ、3級、合格今回のケースでできて、じゃあこのまま行こうという方はそういうことを念頭に置きながら学習していただけると よろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、では時間になってますので、これで FP 本試験2023年9月の3級 A の公表を終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。